はい、それではですね、今度はですね、長岡方面のトンネルホームを散策していきます。あー、土合駅とは違ってここは平坦な通路になってるんですね。土合駅だとあのトンネル階段の往復大変ですよね、往復するのに。あー、天井これ見てください。緑の苔がすごい幻想的になってますね。うわー、これすごいな。すごいね、皆さん、これが湯比寿駅のトンネル通路ですけど、これ見てください、トンネルの天井が緑色の苔で、すごい幻想的な光景ですよ。これすごいですね。いやー、これすごいですよ、幻想的。これ訪れるべきだな、これ。あ、やっと水上方面のホームに着きました。あ、柵が張られてますね。これがですね、こちらがトンネルホーム、長岡方面のトンネルホームなんですけど、あ、土合駅とはちょっと違いますね。いや、トンネルホーム長いな。何両分ぐらいあるだろう。ちょっとこれ端までちょっと行ってみよう。ちょっと南上側の端行ってみよう。いやー、それにしてもすごいなこれ。そういえば水上発の上越線って8時何分だったっけかな。いや、忘れちったよ。もしもこの後来るんだったら撮影しよっかな。あー、ここに補正員が退避するための退避スペースありますよね。このトンネル内での線路交換のメンテナンス作業ってこれ大変ですよね。暗闇の中の線路交換だし、電車が通過するとものすごい轟音になりますよね。あー、何メートルごとに、1メートル、2メートル、1メートル、何メートルごとに設置されてるんですね。ちょっとこれ明るくすっかな。いや、なんかドア駅よりもなんか、ちょっと薄暗いような、明るいような。ここまで来るとなんか薄暗いな。あ、これがちょうど水上側のホームの端ですね。はい、水上側のホームの端です。こんな感じになってんだ。あー、ここから来るんか。なるほどね。はい、それでは今度は土合側の方へ、土合中里側にちょっと行ってみたいと思います。なんかこれさ、10両分ぐらいはあるかな。すごい長いよね、上越線のこの土合ホーム、土合駅の、あ、湯比寿駅だ、湯比寿駅のトンネルホーム長いですよね。これさ、10両分ぐらいはあるのかな。すごい長いですよこれ。いや、すごいな。いやーさ、なんかこの光景見てるとさ、なんかこう、筒石駅、元北陸本線、時鉄日本海翡翠ラインの、あの、筒石駅のホームを思い出しますよね。特に重大なのは、北海道の青函トンネル。あの、なんだっけあれ。あ、吉岡海底と竜飛海底駅を思い出しますよね。吉岡海底と竜飛海底もなんかこんな感じですよ。この、これはもう群馬県の、吉岡海底竜飛海底駅、関東唯一、東日本鉄道で、まあ、日本鉄道で唯一のトンネルホームって言ったらいいですかね、トンネル駅って言ってもいいんかな。いや、迷いますね、キャッチコピー何した方がいいかな。一斉点灯スイッチってこれ何でしょうね。
それにしてもホーム長いな。あ、4両編成の電車ここ止まるんだ。列車停止表がありますね。で、指数駅の駅名表はこんな感じですね。ちょっとぼやけてるか、写しとくか一応。いやー、あー、なんかドアイガーのこのホームの端になんか信号機がありますよ。いや、鉄道信号機をさ、こんな街か目の前で見られるってすごいな。あ、7両分って書いてある。あ、これ列車停止表7って書いてありますね。8両分 ?10 両分ぐらいはあるか、やっぱり多分そのくらいだと思うんだよな、これ。あ、ここまで来るとなんか薄暗くなるな。いやー、それにしても長いなー、このトンネルホーム。これすごいな、本当に。これトンネルの中よく駅作ったなーってことわかるよね。栃木県だと唯一のトンネルホームが野岩線の湯西川駅ですよね。あー、これ信号機新しく変えたんかな。なんか LED 線になってるような。この前ここ来た時なんか電球式だったんだよな。信号機取り替えたんかな。ちょっと近寄ってみましょう。あー、三等式信号機だ、すごい。いやー、三等式信号機ってこんってすごいですね。こんな間近で見るとこんな感じなんだ、すごい。こっちから見ると、あー、白く光ってますね。ちょっと光下げるか。すごいね、正面から見るとこんな感じか。車の縦型信号機ってそういえばありますよね。あー、ここ信号機なんですけど、これ LED に変えたんだ。この前来た時電球式だったんだけど LED になったんだ。へえ、変わったんだね、信号機。すごいなー。すごい。で、そしてこれがですね、で、そしてこちらがですね、長岡新潟方面のトンネルホームになるんですけど、あ、失礼しました、長岡新潟方面のトンネルになるんですけど、この先はもう奈落ですよ。真っ暗ですよ、皆さん。全然先がわかりません。皆さん、これがですね、まさに奈落のトンネルホームですよ。あ、失礼しました。奈落のトンネルですよ。この真っ暗なトンネルの中、電車は走っていくんですね。ここ、貨物列車の撮影もいいですけど、新潟方面に行く貨物列車って何本走ってんでしょうね。知ってる人とは教えてほしいですよね。いやー、もう奈落のトンネルですよ、これ。そしてホームにある信号機、これすごいな、いいね。いや鉄道用信号機ってこんな間近で見るってことはないですよね。本物の鉄道用信号機を生でこんな間近で見られるっていうのは、その駅ってここだけですよね。すごいな。鉄道博物館でもなんか信号機を、実際の鉄道信号機を触ることできますよね、ボタンを押せば。すごいな、 LED になったんだ、すごいな。いや、すごいな、これ。これが指数駅なんだな。あー、ぼやけてる、ピントが合わねえな。この方がいいか。
この後さ、みなかみ駅何時に来るかな。ちょっと一回戻って見てみるか。いや、いかにもさ、これ青函トンネルのホームだよ、これ。すごいな。すごい駅だよな。こんなホームってすごいね。いやさ、すごい密閉されてるよ。これ特急列車が猛スピードでこれトンネルに入って通過すると相当なこれ微気圧風になるでしょうね。微気圧風としたら相当すごい風圧を感じるんですよね。そしてこれ指数駅の駅名表ちょっと写しとこう。駅名表ってこんな感じなんだね。一応サムネイルどういう風にしよう。これすごいな、これ。うん、いいね。はい、それではですね、指数駅長岡方面のトンネルホームもレポート撮影しましたんで、はい、次ですね、最後にあれを撮影してから行こうと思います。それではちょっとここで一旦動画を止めてカットしたいと思います。